どうも、テレです。私事ながらですね、いきなりではあるんですけど、汗をかきたいっていうのがですね、まあ、今時期が冬っていうのもありつつ、基本的には家の中でカメラを回してで編集をするっていう毎日なので、外に出ないんですよ。というか運動をしないんですよ。だからもう体内に老廃物が溜まりまくっとんでしょうね、今ね。なんか汗がベタベタするというか、なので辛いものを食べて汗をかこうのコーナーです。で、今回作っていくのは、毎日の麻婆豆腐を作ったことがあると思うんですけど、それをちょっと変えて、僕の一番好きな野菜、ナスを使って、今回は麻婆ナスを作っていこうと思います。それでは早速、本日も作っていきましょう。よし、では作っていきましょうか。で、今回こういった市販のラー油ではなくて、自家製ラー油を作っていこうと思いますので、まずその材料を、せーの。こちらからごま油、唐辛子、ネギの青いところ、生姜、水、八角、クローブ、ブラックペッパー、ホワジャオ、唐辛子、シナモンスティック。よし、噛まずに言えた。で、僕ごま油大好き人間なので、今回ごま油を用意してるんですけど、多分これはサラダ油とかの方がすっきりとして食べやすいかと思います。で、今回の分量なんですけど、油が 500ml に対してこれが 80g ですね。で、もし辛いのが苦手とかやったら、これの半分ぐらいをパプリカパウダーとかにしたら、もっと辛みが抑えれるかなと思います。で、こっちのスパイス群なんですけど、ネギの青いところは1本分、生姜は皮のところ2、3片ぐらいで、こっちなんですけど、だいたいこのぐらい、この八角は4つぐらいだし、その他だいたいこのぐらいで、このお水はこの唐辛子が後で焦げないようにするためのお水ですね。で、今回せっかくこんだけ香辛料が並ぶので、それぞれどんな香りがするのかちょっとだけお話しすると、この八角がちょっと癖のあるシナモンみたいな甘い香り。で、結構豚の角煮とかに使われるような肉の臭み消しに使うようなスパイスですね。で、この中国で長寿とか経絶香とか言われるクローブなんですけど、強い甘い香り。今ここにある中で多分一番香りが立つのがこれじゃないですかね。で、四川料理といえばのホワジャオ。で、似たような名前のこのホワジャオと山椒の違いなんですけど、こっちのホワジャオは河北山椒やったかな、中国の山椒、あっちから作られるやつで、で、こっちがもう名前そのまんま山椒から作られるやつ。使う部分によって葉山椒とか山椒の名とか言い方は変わりますけど。で、ブラックペッパーはもう言わずもがなのブラックペッパー。で、ちなみにこういったテーブル胡椒が、このブラックペッパーとホワイトペッパーを粉末にして混ぜ合わせたもの。で、実際こんなにスパイス用意しなくても、一応こんだけあればもうできるんですけどね。まあ、ただ今回はここになんか爽やかで甘い香りをつけたかったので、これを用意するだけですもんね。うん、ちょっと喋りすぎですね。ではラー油作りに参ります。で、今火加減としては強めの弱火、もしくは弱めの中火ぐらいで、プツプツしてきたら弱火に落として、唐辛子とネギが香ばしい色になるまでじっくり煮出していきます。そしたら一度ちょっと火を上げて、今の工程の時に周りにものすごい油が飛散するのと、あとこのボールとかめちゃくちゃ熱くなりますんで、やけどにご注意ください。あとはこれを一晩ぐらい寝かせて辛みを抽出すれば完成ですね。ではまた明日に移動します。どうも、おはようございます。あれから一晩経ちまして、多分いい感じになってると思いますんで、あとはこれをこして、しっかり密封してあげれば冷蔵庫とかに入れて1ヶ月2ヶ月は全然持つとは思うんですけどね。まあ僕が2ヶ月以上保存したことがないので分かんないんですけど、とりあえずラー油はこれで完成で、今回一緒に添えるご飯は白米ではなく、チャーハンにしようと思うんですけど、そのチャーシューなんですけど、ちょっと前にあげたネギチャーシューの動画、時と同じように何も下味つけず、豚バラブロックを表面だけ焼いた状態のものがこちらですね。で、実は時僕の不手際で、この後煮込む煮汁の比率、あれをお伝えし忘れてたんですよね。なのでちょっと内容が被っちゃうんですけど、時と同じものをもう一回だけ作っていきます。で、比率がね、
使うフライパンとかによっても変わるんですけど、水、酒、醤油、ザラメがだいたい4対1強、1弱、1弱って感じ。そしたらこれを火にかけて、沸騰したらアクを取って、あとは落とし蓋して、かさが半分くらいになるまでまず煮込んでいきます。そしたら一度これひっくり返して、もう一度落とし蓋して、次はこの煮汁にとろみがつくまで煮込んでいきます。もうそろそろ OK な感じですかね。これ以上やっちゃうとアメちゃんみたいにこうベトーっとなっちゃうので、まだちょっとサラサラしてるかなぐらいでいいかなと思います。これが冷えるともっとグッと詰まりますんで、そしたら火を止めて、あとはこのまま粗熱が取れるまでちょっと放置ですね。あとはこの煮汁と混ぜ合わせれば、これでチャーハンの下準備終了ですね。でこっちのチャーシューにも十分な塩気があるので、今回ほぼほぼチャーハンの時に塩は使わないかなと思います。で冷めるのも嫌なので、チャーハンは一番最後に作ろうと思います。ということで続いて麻婆茄子の調理に参ります。あとは取り残した内臓とか取り残した血管なんかを掃除して、でこちらがちなみに今回のほじり肉ですね。でこちらは今回いびきポン酢として小鉢として食べましょうかね。では鶏ガラスープの続きと参ります。でこの鶏ガラスープはこの後いつも通りな感じで進んでいきますんで、この後の作業は今回はカットでいきます。ではこの間に次ザージャンを作っていきましょうかね。中華版の肉味噌って感じのやつなんですけど、その材料がですね、こちらから豚ひき肉、甜麺醤、紹興酒、お醤油ですね。で大体比率がひき肉 100g に対して大さじ1、大さじ1、大さじ2分の1ぐらい。多分今回のザージャン結構濃いめになると思います。理由は後ほど。でなおかつなぜひき肉だけ先にザージャンにするのかっていうのもまた後ほど。では作ってまいりましょうか。このくらいしっかり炒まったら先ほどの調味液加えて、あとはこのまま水気がなくなるまで煮詰めるだけですね。いやもうこの段階でうまそうよね。でこの段階で油がけになるようであればザルでこしてもらえればもっとすっきりすると思いますんで、まあでも実際この豚肉の油が甘さを出してくれたりするんですけどね。で話はちょっと戻りまして、なんで豚肉だけ先にこうやってザージャンにするかっていうと、こうやってあげるとこういう感じにひき肉自体にこう味がグッと乗ってくれるんですよね。でもう一個これまとめて作っとくと、もちろん肉味噌としてご飯とも合わせられるし、これもうちょっと鶏ガラスープで伸ばしてあげて、ニンニク生姜入れて一度き片栗粉でとろみをつけてあげれば、ジャージャー麺が作れるんですよ、いつでも。で冷蔵庫で 4,5 日ぐらい持つんで、まとめて作っとくとおすすめです。って言っても今回はこれ全部使っちゃいそうですね。 1kg ぐらいしかないし。ではここから今回使う野菜たちの下準備に参ります。ちなみにこれなんですけど、トーチっていう中国の黒豆やったかな、あれを発酵させて作る調味料ですね。
ちょっと大きめのスーパーに行けばあると思いますんで。では参ります。で今回こちらのナスは油通しをしていきますんで、このナスの表面にコーンスターチ、これをまぶしていきます。まあ、もしなければ片栗粉とかでもいいと思いますんで、まあ、僕の場合は前回のチーズフォンデュでちょっと余っちゃったので。この時コーンスターチとか片栗粉を表面にまぶしてないと、どうしてもナスって素揚げにしちゃうとひにょってなっちゃうので、ちょっと面倒ですけど一度こうやって表面にまぶしておくのがおすすめです。というわけで具材の準備ができましたので、ここから麻婆ナスの本調理に入ります。というわけで今回の調味料のご紹介です。せーの、こちらから豆板醤、醤油、紹興酒、豆豉、赤唐辛子、ホワジャオですね。で今回の比率なんですけど、3対2対2対1対適量適量でいこうと思います。では参ります。でまだ冷たい状態の油にニンニク、生姜、豆板醤、豆豉、唐辛子、あとは弱めの中火ぐらいでじっくりじっくり炒めていきましょうかね。油もいい感じに赤く染まりましたね。そしたらここでザージャンで鶏ガラスープ。ちなみになんで今回鶏ガラスープの素じゃないかっていうと、鶏ガラスープって塩分が含まれてるので、その分豆板醤がちょっと減らさなきゃいけないんですよね、量を。なのでより辛くしようと思いまして、今回わざわざ鶏ガラスープから取ってる感じですね。そしたら一度火を強めて、醤油、紹興酒、ナス、あとはこのまま3、4分ぐらい煮込んでいきましょうかね。では仕上げの調理に参ります。実際ナスの表面につけたコーンスターチでも若干とろみはついてるので、何回かに分けながらとろみを確認してあげてください。まあ、でも麻婆系は結構強みにとろみをつけてもいいかと思うんですけど、まあ、僕の好み的にはね。そしたらあとは仕上げにこのラー油を加えて、あとはお好みでホワジャオを散らせば麻婆ナス完成。ではこれから今回のご飯というかチャーハンを作っていきましょうか。
こちらが今回のチャーハンの具材たちですね。もうものすごくシンプルにネギ、卵、チャーシュー、塩、コショウですね。で、僕がチャーハンを作るときに必ず使うのがこの木のスプーンですね。こういったヘラと違ってこのご飯立てる部分がかなりちっちゃいんですよ。だからこういったヘラよりもこっちの方がご飯粒を潰しにくいんですよね。どうしてもご飯粒潰しちゃうとダマダマになってパラパラになってくれないので、でしかも小回りも効くし、かっこよさはあんまりないけど木のスプーン結構おすすめ。では作っていきましょう。で、これまで何回も登場してるチャーハンなので、まあ、結構飛ばし飛ばしでいきますね。そしたら塩コショウで味を整えれば、ではこの作業を永遠と繰り返していきます。はい、これで麻婆セットの出来上がりです。というわけで無事に完成しました。激辛麻婆セット、まあ、実際まだ味見をしてないので本当に辛いかどうか分かんないんですけどね。でも実際この真っ赤っかなやつ見たらまあ辛いんだろうなとは思いますけどね。パッと見血の池地獄、いやー汗かけそうや。では早速食べていこうかなと思います。いただきます。ああうまっ。もう中華作った後のビールは格別で、こういう時にしか飲めない贅沢品、チンタオビール。ちょっと高いよねこれね。でもさっぱりうまいよね。よっしゃ、いただきますか。今回これをかけてこっちにかけるスタイルでいきましょうか。はい、来た。これもう間違いなくうまいやつで、ちょっとここを食べる前にまずチャーハンが食べたい。もう安定のパラパラ具合よね。で、結構薄味に仕上げとる分、なんちゃってチャーシューの主張がしっかり生きてくるね。もうネギの香りも鼻から抜けるしね。安定でうまいわ。ではここ参りましょうか。じゃあ次麻婆茄子だけいこうかな。うん、辛い。辛いけどちゃんとこのザーシャンが生きとるね。このひき肉一個一個にちゃんと味が乗ってる感じ。そしてナスはキュッキュッとしたこの感じね。うまっ。ただ唐辛子系のラーの方はもう大丈夫なんですけど、しびれのマーが足りんかなっていうことで追いホワジャオ。いやまだいけるな。だいぶいい感じになりましたね。ホワジャオの香りがめっちゃええ。やばい、汗がすごいね。これ伝わるかな、伝わらんかな。汗びしゃびしゃ、老廃物が全部出てる気がする。
まあもちろん顔からもすごいですけど、今ね背中からの汗が半端じゃないですね。びしゃびしゃ。ちょっと箸休めのスープ。ああ落ち着く。いやでもなんかね、だんだんこの辛さが癖になってくるよね。でもまず水分補給。では続き参りましょうか。いやーすごい。でもここで一個大事なもん忘れてますね。これほじり肉。もうこんなんとかも箸休めにバッチリですよね。じゃあここら辺の鶏皮いきましょうか。やっぱね、鶏ガラ周りのほじり肉とかほじり皮って普通に売られてる鶏皮とかと違って、やっぱ処理とかやっぱ違うんでしょうね。よく言えば風味が強い、言葉を選ばなければちょっと臭い、でも僕はそれが好き、まあ、臭みも言い換えれば風味ですからね。このちょっとした臭みが酒とよう合うんですよ。というわけで無事箸休めも終わりましたので、後半も食べ進めてまいりましょうか。あーやっぱ札幌安定。というわけで無事麻婆茄子完売ですね。とりあえず一度机の上片付けて、だいぶスッキリしましたね。でやっぱあれですね、辛いものを食べるってやっぱ結構な体力を使うんですね。すっごく眠くなってきた。でも残りも結構少なくなってきたので、まだ例のごとくラストスパートと参りましょうかね。じゃあラストスパート。いやー分かったね。今回の麻婆茄子食べよって最初の方めっちゃ辛かったんですよ。ただ後半あんまり辛さが来なくなっちゃって、おそらく表面に浮いてたラー油、あれが辛かったんでしょうね。下の方に行けば行くほど、なんていうか、ザージャン、味が強くなってきて、辛さ自体はそんなになかったかな。んでこれは大食い選手あるあるなんですけど、辛さの蓄積ってやつがあるんですよ。どうしても食べる量が多いので、どん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 胃袋に蓄積していくんですよね、辛さが。今だいぶ胃がピリピリしてますもんね。というところかな。とりあえずシャワーが浴びたい。では今回はこの辺でやろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では